おはようございます。友達 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは台湾の台北に来ております。でここで今から朝ごはんを食べに来ました。いわゆる台湾飯、ルーローファンですね。ルーローファンを食べたいと思います。で今回いただくお店はこちらです。でいただきたいと思います。今回はジンファンルーローファンというお店でいただきたいと思います。注文は注文表に書いて注文します。お店の雰囲気はこういった感じです。いろいろ調理しているところも見ることができます。外からも見ることができて、このようにいろいろな料理を作っているのですごく美味しそうに感じます。でそして来たルーロンファンがこちら、そしてこちらが角煮飯、こちらも頼んでみました。引き出しからお箸を取り出していただきたいと思います。じゃあ本場のルーロンファンいただきたいと思います。いただきます。すごいもうね、プリプリな感じ。いただきます。うん、うまい。すごい、まあ、八角の味が効いてて美味しい。うまっ。辛くないね、辛くないでもないな。ものすごく柔らかく煮込まれているお肉が醤油ベースの想像通りの感じの味で、ご飯にもよく合って美味しかったです。最後です。グッドボール。でこちらがいわゆる角煮丼です。角煮丼もいただきたいと思います。すごい柔らかい感じで、うまそう。いただきます。うん、うまっ。軟骨まで入ってる。うん。で、タケノコ。これがうまいね。角煮が柔らかくて最高だこれ。うん、うまっ。角煮は1個しか乗っていないんですが、でも柔らかくてトロトロで食べ応えがあって、そのタレとご飯がすごくよく合って、ご飯がガツガツするの感じで本当に美味しかったです。うまいわ。こちらのルーノンファンもサイズが小中大と3種類あって、かけくも感じ美味しい。大根、これすごい独特な味な。大でもペロリといけるような感じなんですが、せっかくの旅行ということもあって、他の台湾料理も食べたいと思ったので今回は小にしました。ということで後ろのジンファンルーロンファンに行ってきました。ものすごい美味しかったです。あんなにトロトロなんだなとは思わなかったし、八角の感じもすごいいい感じで、ものすごい良かったです。もうね、ご飯がめちゃくちゃ進む感じでした。これは毎日でも食べたくなるような味で最高でした。またですね、まあ、他の店でもどっかでも食べたいと思います。どうもありがとうございました。どちらの料理もトロトロですごく柔らかくて、ご飯にタレがよく合って最高に美味しかったです。